奴が目覚めたか。記憶の封印が解けてしまいました。嵐が来るな。黒の世界がすぐそこまで。レムナントの覚醒が始まります。人は扉の向こうにもう一つの世界があることを知らない。今世界は長き平穏の時を終え、再びもう一つの世界、黒の世界と遭遇しようとしていた。そしてそれと時を同じくして、遥か太古の戦いでこちら側に残されていた黒の戦士たち、レムナントは黒の世界から軍勢を引き入れようと、二つの世界を結ぶ門を開こうとしていた。だがそれを阻止せんと、門が封じられている扉学園を守る戦士たちがいる。先森である。今両者の激突が我々の知らぬ場所で密かに起こりつつあった。ドキドキワクワク危ない兄弟。おいユカ、ハズミ知らねえか。ハズミ、おお、匠じゃねえか。姉ちゃんはどこ行ったんだ。ええ、僕も今探しに来たところなんです、カズマ先輩。そうなのよ、ちょっと前まで萩原と同じように仕事もせんでラーメン食ってたんだけど、まさかあの子老けたんじゃ。何、帰った。バカな、恋人の俺に断りもなく。誰が恋人。さあ待て山城カズマ、いちいちフルネームで呼ぶなよな、本田先輩。なんだその嫌そうな顔は。僕だって好き好んでお前に話しかけているわけではない。で、2年桜組に持ち込まれているあれは何だ。あれはあれ、ああ、パワードスーツか。パワードスーツじゃない。一体どうやってあんな巨大なものを。大体貴様は生徒会長でして。こら、廊下をバイクで走るな。どこ行っちゃったんだろう、はずみちゃん。うどうも、レムナント界のタバサブのこの大幹部マッコイ様を前にしたら、あんたたちザコサキモリはみんな犬のうんこほどのものだわね。犬のうんこ、くそービューティフルバイク。うわーくそー、そのクソやー、そ
これじゃあ、とどめの一撃をランブレーにぶちかましてやるぞ。このクソガキ。マッコイ様、それは犬のうんこ。何者だ。援軍か。天が呼ぶ、地が呼ぶ、ポケベルが呼ぶ。もしや異界の門を封じる院を護衛する先森最強の戦士、究極の聖少女、神の弾み剣山。私の剣は銀河をも砕く。なんだあいつ、言うか自分で。はずみだ。いやもうダメだ。味方殺しの銀のはずみ。失礼ね、せっかく助けに来てあげたのに。あんたたち冗談が過ぎるわよ。本気で言えろ。来るな。負けども暗黒の破壊神。犬のうんこぶん投げてくるなんて、なんてお下劣な娘なの。許さないわよ、この美しいマッコイ様を本気で怒らせたわね。ふっ、この小娘なことを。あんたがこの先たどる運命を思うと、哀れで尻の穴が梅干し状態になるわよ。でも容赦しないわよ、我らレムナント3万年の悲願のために。あんたたち先森を皆ごらぎにしてやる。さあ覚悟をし、小娘、引き受けにしてあげるわ。か弱い乙女のデリな心を傷つけて。どうかが弱いの。あんたたち許さないだから。私は何も言ってないわ。で死んでこい。神の弾み。みちゃん、グッドモーニング、たくみちゃん。おはよう、母さん。悔しい、今朝も負けた。はずみちゃん、早く早く。なんでよ。ほら、バス行っちゃうよ。毎朝母さんと喧嘩するから遅れちゃうんだよ。だっていい年して張り合うんだもん。ほらパンくずついてる。ハンカチは持ってるの、はずみちゃん。ティッシュは。あのね、たくみ、私は幼稚園児じゃ。大丈夫。しっかり捕まってないとこけちゃうよ。本当に危なっかしいんだから、はずみちゃんは。ねえ、たくみ、あんたったらまた背伸びたんじゃない。まあね、誰かさんがそそっかしくて心配だから急いで大きくなってるんだよ。何よ、お姉さんに向かって少し生意気よ、あんた。ああ、はずみちゃん本気で怒ってる。冗談なのに。生徒会長の地を利用して殺す。
血のつながらない兄弟か。何を悩んでいるのかな、はずみくん。え？先輩に心を開いてみれば。どこに話しかけとるんじゃ、おのれは。まったく、油断も隙もあった。そう興奮しては体に毒だぞ。毒はあんただろうが。まあ元気があってよろしい。チリュウ先輩、なんか用なんすか。いや、何、女子更衣室でも覗こうかなと思ってたら君が悩んでるようだったのでね。はずみくん、はい。大きな戦いが迫っている。レムナントが狙うのはこの学園にある門と鍵である。たくみくん、気をつけたまえ。はい。純白はいい。え、この大バカ野郎。男爵また会おう。いい人なんだけどな。大きな戦い、レムナントが匠を狙ってくるっていうの。その時は私が匠を守る。よー匠、 TAKUMI 匠、 TAKUMI 匠、 よー匠、 頑張って。学園全域の結界では無理か。ひふみよいむなや、こともちろらね、四季唯一、ワンソウタハクメか。お姉さま、もうすぐ試合が始まりますので、静かにしていただけません？ここで騒がれると選手の気が散ってしまいますわ、お姉さま。え？あら、あたしうるさかったかしら。いや、ほんのちょこっと。このドアホがいい年しくさって。お姉さま、お姉さまって何々しくするんじゃねえ。兄弟のくせして何考えてんのやこいつ。あ一段落したろ、はずみちゃん。ん？まあ終わったら一緒に出店回ろうか。いや、あんたくみくん、今日は姫と回ってくれるって約束したじゃない。まあ、そっか。じゃあ、三人で一緒に回ろう。三人で。このブリブリ娘が、うっとし。さっさと帰らんかい、おばはん。じゃあ、また後で。後でね。ジンのはずみ、君に話したいことがある。ちょっと来てくれたまえ。ジンのはずみ。かわい坊やたちだこっと。お姉さまといいことしましょう。かわいい子だこと、うん、セクシーボーイ。この青いお姉さまがたっぷりかわいがってあげるわ。昨夜、港町 4-26-3 で起こった原因不明と伝えられる建設中のビル崩壊は、ジンのはずみ、貴様がやったそうだな。レムナントを撃退したとはいえ、ビル崩壊に巻き込まれた当学園の先森3名が重傷を負った。貴様には先森としての自覚が著しく言語道断だまでに欠落している。嫌い。よって門の鍵である神の匠の守護権を我々風紀委員に渡せ。それに間もなく起こる黒の世界との遭遇に向けてレムナントが全面攻撃に出るのは間違いない。もう貴様一人では今までのようにいかんぞ。断る。匠は私が守る。それが私の使命よ。上級生に向かってその口の利き方は何だ。チムーチン。レムナントか。もしや。だから言っただろう、匠を我々に引き渡せと。
った。たくみ。久しぶり。たくみまた会えて嬉しいわ。我らがボス木島トータ様がいらっしゃったからには、もうあんたたち酒盛りなんてヤギの運だよ。あんたなんかに用はないの。私には用があるの。私のビューティフルバディを返して。うちのたくみに手出したらいかんちや。小ギャルごときがこのエロティックパワーの青いお姉様に歯向かうとは、ムチムチ。大丈夫姫ちゃん。姫ちゃん、たくみくん大好き。嬉しいことしておくれだね。お礼に最高に愛してあげるわ、坊や。私たちが日に日にパワーアップしてるの知らないのね。アイアンキープ。アイアンキープ急がなきゃ。ハズミどこ行ってたの。あなたのおかげで料理はめちゃめちゃ、バンドはボロボロよ。ユカ、それどころじゃないのよ。タクミが、おー、またタクミくんとこ行ってたの。俺はな、冷たい女はデイキレイなの。ふん、君のようなのを言うのよ、お調子者の女たらしって。お褒めに預かってありがとさん。それに単勝方形、おまけに早漏。なんでそれを。フリーズ。貴様ら、レムラントの分際でこの風紀委員長の本田康政に勝てると思っているのか。ほら、そこのレムラント、校内に入るんじゃない。ひふみよいむなよ、こともちろらね、式が唯一ワンソウタハクメか。あんたの顔だけは見たくなかったよ。門前せんべいでも土産に、さっさと帰ったらどうだ。もっとも帰るべきところがないか。ふん、我々の世界を解き放つだけ。そいつは困った。こちらの世界にもいろいろと都合があるんでね。あんたらにそんなことをされたらボロボロになっちまうよ、この世が。間もなく門が開く。そうらしいね。だが開いたものは閉じることもできるさ。鍵は殺す。3万年前もそう言ってたっけ。傷がうずくか。恨んでるのか、あの子。見苦しく生きながらえた俺たちと違い、あの子にあの時の記憶はない。ただあの子は命をかけても弟を守る。いでよ、あたしのソウル。あんたなん
かに構ってる暇はないの。このマイキー全部必殺机返し。私ゴキブリとこういうのダメなのよね。あんたらって私がビューティフルパワーにかかったら飲みの多くれ。覚悟しや。おばはん、年寄りの冷や水はいい感じや。必殺エゴさんパンチ。いけいけダーティーウルフ。ビューティフルウッディテイク。あらば、行くわよ。いらっしゃい。シンプルビューティフルバッドバッジ。やはり私の美しさには勝てなかったわね。本当にしつこいんだから。まあしつこいのはあなたでしょ。匠を守る私の邪魔をする奴は許さない。何度やっても同じだわ。シン・ビューティフル・アイアン・バンジー必殺聞いてないわよ。一万字だ。かわいい坊よ、死んでもらおう。やいたくみはずめちゃん。たくみ大丈夫だよね。よかった。ごめんね、たくみ遅くなっちゃって。はずみちゃん、必ず来てくれると思ってた。たくみったら、キャイー。ありがとう、はずみちゃん。危ない。誰かさんがそそっかしくて心配だから急いで大きくなってるんだよ。また、どじっちゃったね、僕。たくみ、私の匠に手を出す奴は絶対に許さない。極微実相剣士かい。死ね。必殺姉ちゃんこそ大丈夫？あ、嬉しい。心配してくれて。姫、はずみちゃん、ありがとう、匠を守ってくれて。いえ、お姉さまこそご苦労様。だからって匠は渡さないわよ。
タクミくんは姫のもの。何？じゃあ神の弾み、校舎及び体育館の破壊活動容疑で喚問する。大体貴様は先ほどの人の近くだ。弾みくん、よく頑張ったぞ。次回はティーバックが良いと思うが。来るのが遅い。まったくもう、ほんと遅かったですわ、ジリュー先輩。何やってたんすか今まで。我々風紀委員会でした。レムナントを束ねる男、木島トータがついによみがえった。黒の世界へ通じる門と、その鍵を咲森は守ることができるのか。そして弾みと匠の兄弟の行く手に待ち構える過酷な運命とは。今大地の上で愛と憎しみが交錯する。多分レムナントの襲撃だけど、もうなんで匠ばっか狙うのよ。え、3万年前に木島との間で何かがあった。そこに隠された匠の重大な秘密って。次回、爆炎キャンパスガードレス、ハラハラヒヤヒヤ、期末テストは敵より怖い。匠、私が必ず守ってあげる。